小学生でも解ける高校入試、どうも河野玄斗です。今回やっていくのは開成高校の入試問題 3.14159×7.55052+…とこの問題頭ごなしに掛け算していったら相当時間かかります。ということで工夫してあげましょう。まず 2.44948 が同じであることに着目するとくくることができる。まず第1個はそのままで 3.14159×7.55052 たすくくってあげる 2.44948 かけるこれたすこれ、計算すると 951413 と 3.14159 になる。すると 3.14159 で同じものが出てくるので、もう一回くることができて 3.14159 かけるこれたすこれ、足してあげると000000で10と。なので 3.14159×10 で答え 31.4159 という風になるわけです。以上。